アガメムノーン1961第4回公演アガメムノーン1961年日比谷公演野外大音楽堂東京大学ギリシャ悲劇研究会は1957年から1970年にかけて存在した東京大学の学生サークル古代ギリシャ悲劇の研究と復古上演を行った活動の中心は文学部の学生で 上演の際は一部、他大学の学生や各分野の専門家も支援した。東京で全11回の講演を行い、その研究記録を残している。第1回、オイリプース王1958年ギリシア悲劇を擬曲として研究するだけでなく、古代の様式を復元して上演することを目的とした研究会は1958年に、 東大の学生サークルと認められ、東京大学ギリシャ悲劇研究会として発足した。1958年6月2日に、日比谷野外大音楽堂で、ソポクレース作、オイディプース王を上演した。第3回、縛られた、プロメテウス1960年仮面制作、高橋米吉第3回公演翌1959年5月、第2回公演、ソポクレース作、 アンティゴネーを上演。その後も1960年アイスキュロス作、縛られた、プロメテウス。1961年アイスキュロス作、アガメムノーン。1962年、ソポクレース作、ピロクテーテース。1963年、エウリーピデース作、トロイアの女。1964年、エウリーピデース作、ヘイラクレース。1965年アイスキュロス作。 ペルサイ、1966年、エウリーピデース作、バッコスの女たちと日比谷公演野外、大音楽堂での公演は9回に及んだ。朝日新聞社が公演した。第9回、バッコスの女たち1966年その間、第3回の、縛られたプロメーテウスから、古代様式である仮面を使用して上演し、第9回の、バッコスの女たちでは仮面を使って、 男性三人の俳優がいくつもの役を演じる、いわゆる三人俳優を再現した。また、上演後に批評会を催し、上演と研究の成果をまとめ、上演台本と共に一冊の研究開始として、ギリシア悲劇研究を出版した。第10回、救いを求める、女たち1968年田園コロシアム、その後、1968年第10回公演。 アイスキュロス作、救いを求める、女たちは、会場を田園コロシアムに移し、古代ギリシアと同様ピルマに上演した。1970年代11回公演、アイスキュロス作、定番ゼメの7章は、会場が室内で、最後の公演となった。これをもって、およそ14年にわたる、研究会の実質的活動は終了した。2017年10月、公演会、 古代ギリシア遥かな呼び声に惹かれて東京大学ギリシア悲劇研究会の活動が成城学園創立100周年記念行事の一環として成城大学で行われた2019年3月上記の講演会をもとに古代ギリシア遥かな呼び声に惹かれて東京大学ギリシア悲劇研究会の活動が出版された創立からの各講演の記録が記されている 1> 第1回、オイディプース王、古代、ギリシア遥かな呼び声に惹かれて、三章第2回、アンティゴネー第3回、縛られた、プロメーテウス第4回、アガメムノオン第5回、ピロクテーテース第6回、トロイアの女第7回、ヘイラクレース第8回、ペルサイ第9回、バッコスの女たち第10回、救いを求める、女たち第11回、テーバイゼメの7章、ありがとうございます。